エリムちゃんは、香港の指揮者。2019、2020コンサートシーズンより、アントワープ公共楽団の主席指揮者を務め、2018、2019シーズンよりロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団の主席客演指揮者を務めている。香港で、児童合唱団に入団。6歳の時にピアノを始める。マサチューセッツ州のスミス大学で、音楽学士号を取得。 その後、ミシガン大学で学び、ミシガン大学キャンパス交響楽団と、ミシガン大学ポップスオーケストラの音楽ディレクターを務めた。同大学でオーケストラ式の修士号と博士号を取得し、2014年に指揮者として卒業。2013年にはブルーノ・ワルター指揮者奨学金を得る。2015年にはルゼルンでベルナルト・ハイティンクのマスタークラスに参加。 2014年12月、28歳で、ドナデル・ラ・フリック指揮者コンクール優勝。このコンクールで優勝した結果、ロンドン交響楽団の2015、2016、コンサートシーズンの副指揮者に指名された。2016、2017シーズンには、ロサンゼルス・フィルハーモニックのドゥダメル・フェローシッププログラムに参加。2018年から2019年、 ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団の常任客演指揮者となり、トマス・セナゴーの公認となる。2019、2020シーズンより、アントワープのクイーン・エリザベス・ホールの常任指揮者として、アントワープ公共楽団の主席指揮者を務めている。とりわけ、江戸ではあるとと、ヤープ・バンズ・ベーデンと同じ道を歩むちゃんは、アントワープ公共楽団により史上最年少で、 主席指揮者に指名された。また、客演式を行った楽団は、以下の通り。マリンスキー劇場還元楽団、香港フィルハーモニー還元楽団、ロンドン公共楽団、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団、ルクセンブルクフィルハーモニー還元楽団、フィルハーモニア還元楽団、ロイヤル、リバプールフィルハーモニー還元楽団、フランクフルト放送公共楽団、 リイオン国立管弦楽団、ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団、ヒューストン公共楽団、ウェスト音楽アカデミー。2012年には、ナックサマーミュージックインスティチュートの一部として、オタワの国立芸術センター管弦楽団と、フランコフォニー管弦楽団で指揮をし、ピンカスズーカーマンと共演を果たす。サンクトペテルブルクのミュージカルオリンパスフェスティバルに参加し、 カブリロ祝祭還元楽団とボルティモア公共楽団とのワークショップに参加。2020年にオランダ音楽賞を受賞したオランダジンダ楽器奏者、ドミニク・フレース・ハウワースと婚約。ありがとうございます。